八方塞がりのクラキ井戸の奥、ドフラミンゴの攻撃により水中へと落とされてしまうルフィ。王宮への道も途絶え、絶望的状況に追い込まれたその時、ルフィはこの逆境を吹き飛ばす大逆転の一撃を放つ。次回ワンピース大脱出、ルフィ起死回生のエレファントガン、海賊王に俺はなる。